日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらスターバックスの新商品スタウチレモンフラペチーノと、あとキーマカレーフィローネ、バナナの米粉マフィン、ティラミス、ブルーベリーレアチーズケーキを食べたいと思い、今回もどれもですね、なんかキーマカレーの、カレーの香ばしい香りがすでに鼻をついていて食欲をそそられます。まあ、個人的に一番気になるのはバナナの米粉マフィンなんですけどね。いや、フラペチーノどこ行ったって突っ込まれそうです。それでは。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、キーマカレーフィローネからいただきますね。さて、カレーが香ばしいのか、カレーは香ばしいっていうかな。まあ、ではいただきます。夏の始まりをあなたは感じられたかしら。ええ、爽やかでさっぱりとした商品が増えてくると、これから夏が始まるんだなということを実感させられます。あと刺激のある商品もね。レモンの酸味がうわー爽やかにしてくれる。チーズもレモンとはまた違った角度から攻めてくるね。激しくはないけどどこか心地よく攻めてくるっていうのは、なんだこれ、まるで自分が S 系があるみたい、 S 系じゃない M 系があるみたいじゃねえか。そういうのないですからね。さて、時にほろ苦かったりまったりとした甘さ、もっちりとした食感も楽しめるスタバ新商品たち。それぞれの商品がどのように美味しかったのかはこの後詳細にレビューしますので、動画はそのままで。ごちそうさまでした。最初に食べた西山カレーフィローネは、噛んだ瞬間に外側のカリッ、パンのカリッ、パンがするカリッという音と、中から結構刺激の効いた、だけどそこまで辛さは強めではない、スパイスがいい味を出しているキーマカレーが広がってきて、なんだろう、結構いろんな人に愛されるカレーの味がしました。かなりカレーが強いのでカレー好きであれば食べてほしいです。その次に食べたバナナ米粉マフィンは、バナナの優しい甘さとちょっとスライスで揚げているの、少しカリッとした食感がマフィンのふんわりとした生地とよく合っていましたね。その次ティラミスは、甘さが控えめでレアチーズクリームのさっぱりとした酸味が口の中でふわっと広がってきて、すっと食べることができました。最後に食べたブルーベリーレアチーズケーキ、そこの部分であるクッキー生地とブルーベリーの甘酸っぱさがよく合っていました。チーズケーキ部分がもうちょっと弱かったかな。もう少し味を感じたかったです。そして今回の大本命であるレモン、瀬戸内レモンフラペチーノは、レモンのさっぱりとした酸味で口の中がシュワッと弾けるだけでなく、中にクッキーが入ってるのかな、ちょっとザクッとした音も聞くことができましたね。夏にぴったりの爽やかドリンクです。で、フードフォーダーは、ティラミスが一番チーズクリームがスッと口の中に広がって爽やかだったので、これから暑くなってくると一番合うと思います。なので今回はレモン、瀬戸内レモンフラペチーノとティラミスを代表してどちらも5点とさせていただきますね。それではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。